オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは、しげかわまやです。前田俊です。一番最初に2人で出たんですけど、緊張もしながら、でも歓声がすっごかったので若いパワーをいっぱいもらいました。近況まあ変わらず、うん、ラブラブはしてます変わらずね、仲良しです、うん、仲良くして、はい、マヤは早く結婚式を挙げたいなと思ってるんで、うん、あのいっぱいこういうところに残しておきますこれは今後、今後、まあ、家族みんなでいろんなところに旅行に行きたいです。いつも応援してくださってる皆様、マヤは本当にフォロワーさんのおかげでこの仕事を頑張れているので、これからもぜひ応援よろしくお願いします。いつもありがとうございます、いつも応援してくれてる皆さんありがとうございます。でこれからも前田家をよろしくお願いしますバイバーイ。オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは、みてぃなです。岡田蓮です。どうでしたか、イベント？いや、本当にあのファンの子だったり、京好きを好きな子たちが集まってたので、ね、本当にあの歓声がすごくて、ね、俺も久々にびっくりしましたこんなに歓声いただくことってないよね。うん、ない。なんかあったとしても、うん、あのちょっと遠かったりして聞こえないことが、うん、今回すごい距離も近いので、すごい楽しい空間だなって思います。ある？うん、僕はしゅんくんと結構お仕事で前一緒だったんですけど、それ以来会ってなかったの で、うん、でこういうところでしか会わないので、まあ、会えて嬉しかったかなって思います。私は安定にルルですかねルルはずっとその音楽活動頑張ってるとか、そういうのも知ってたりして、やっぱお互いお仕事があるので、なかなかプライベートで会えなかったりもしてたので、やっぱこういうイベントで会えて写真撮れて、ちょっと話せてっていう時間がすごい癒しです近況、あ、でも来月4月に私もレンも誕生日を迎えるんですよ。なので誕生日旅行を計画してて、それをモチベに今いろいろお仕事を頑張ってます。レンの誕生日は私が考える、私の誕生日はレンが考えるってやってるので、まだお互いはね、分かんないですね、分かんない状態です。今後について いやでもなんかあんまりそういうこと話すことはないけど、まあなんだろう、楽しく今まで通り、うん、楽しく過ごしていけたらいいなと思ってます。会場に来てくれた皆さんも、配信で見てくれた皆さんも、どちらもありがとうございます。ありがとうございます。はい、レン君一言どうぞそうですね、まあまたレンユナで、うん、あの歩きたいと思ってるので、また応援よろしくお願いします。お願いします。オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは、あいさです。大和です。めっちゃ声援があって楽しかったです。歩いてて、うちわとかボードも見えて、ね、嬉しかったです。そう、声援がね、良かったよね、うん、なんか、あいちゃんどれみたいなボードに、1番妹、2番あ、質問のやつか。そう、なんか質問系のボードがあって印象に残ってます。あ、俺、なんかちっちゃい子がじゃんけんのやつやってて、かわいかったね。めっちゃかわいかった何回もじゃんけんしちゃった2回勝ったけど。勝ったのまえちゃんです。しゅんくんですね。はい、しゅんまえさんが2人とも大好きです。そうだね、別に他の人もね、うん、好きだけど、あの何回会えてもやっぱ、そうだ、ね、嬉しいのはしゅんまえさんです。今日は話しました。めっちゃ話しました。たくさん、あのこっちも、うん、あ、やっぱ大好きだから話しかけるけど、あのシュウマイさんたちからも話しかけてくださって、嬉しいよね。うん、嬉しかったです。近況もう1年経って、そうだね、あ、安定って感じで、普通に仲良しって感じ、やってます。
1年記念で旅行行ったね。旅行行って、うん、まあ、まあ、ゆったりしたって感じ。ゆったり、はい、しました。お互いのスペースで。そうだね、はい、でも別に変わんない方がいい。うん、変わらず、変わらず、はい、頑張っていきたいなと思います。これからもマイペースな私たちですが、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。じゃあね。オリコンニュースをご覧の皆さん、木崎です。吉田英治です。もうたくさんの、あのメンバーだったりとか先輩が来られてたので、なんかワクワク最初に楽屋に入った時にしましたね、うん、すごいファンの人たちと距離が近くて、それこそペンライトとかも本当に綺麗に、綺麗で、すごい幸せでした。成立してすぐのこのイベントだったので、すごいたくさん声いただきました。嬉しかったです、うん、すごい聞こえてきました、たくさん。それこそさっきね、そうだね、あの新麻屋さんたちとあの一緒になんかボックスで企画をする機会があって、お話できると思ってなかったので、すごい嬉しかったですね。うん、すごい嬉しかったです。なんかいろいろ長続きする秘訣とか、なんかここはどういう風にしていったみたいなのを教えてもらったので、話せてよかったです。はい、勉強。ようやく外に出れるので、そうですね、遊びに行く予定を立ててます。やっと解禁になったので、この前も報告してね、うん、すごいたくさんお祝いのコメントが来て、すごい嬉しかったです。ありがたいです。まあこれからもね、仲良く、うん、仲良く支え合って笑顔でいたいなって思ってます。新麻屋さんからのアドバイスを、はい、生かして、はい、まあ、ようやくその公開できたということで、これからいろいろ2人でなんかいろんなとこ行ったりすると思うんで、そういうの温かく見守っていただけたらなと思います。はい、私も5回旅をして、やっとここで今成立して、でそれをみんなにやっと報告できたので、これからたくさん応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。ありがとうございました。オリコンニュースをご覧の皆さん、伊藤渉です。田中乃愛です。初めての京スキのイベントで、なんか結構緊張したんですけど、一緒に出れたステージが2ステージあったので、めっちゃ楽しかったです。そうですね、自分もとてもめっちゃ楽しくて、なんか愛を叫ぶってやつがあったんですけど、ね、とても緊張したんですけど、まあめちゃめちゃ楽しかったです。会えて嬉しかった人は、りょうかちゃんとか、ゆなちゃんとか、かれんちゃんとか。憧れだ。はい、りょうかちゃんはもともと仲良くしてくださっていて、かれんちゃんとかは本当に昔から見ていた憧れの人だったので嬉しかったです。岡田蓮くんとか大木春人さんとか、めちゃなんかテレビなんか京式の前で見てたので、それでお本物だっていう、なんかめっちゃ会えて嬉しかったです。話したい。いや全然まだ話してないです。緊張して。ディズニー行きます。だけ。はい。もっとあるやん絶対。この前リンゴ飴食べ行きました。しょぼ。ちょっと待って。そんなんいつでもできんねん。緊張でしょ。緊張。でも相変わらず仲良くって感じです。はい、最悪デートするんですけど、なんかその時に TikTok でよく回ってくる動画、 JK たちのやつやりたいです。やります。もっと喋って。ノアが言ったことしか言ってないもん。このまま仲良くね、仲良く楽しくやっていけたらなって思います。はい、いつも応援ありがとうございます。これからも自分たちらしく頑張っていくので、応援よろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。あのコメントとか歌詞動画とか本当に心強くなってます。私たちらしく頑張っていくので、これからもよろしくお願いします。バイバイ。オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは、ワオです。ワオです。なんかすごかったです。おり、久しぶりに TGC
違う、久しぶりにランウェイを歩けたので緊張したんですけど楽しかったです。まあ、みんな久しぶりに会えたので、まあ、みんなに会えて嬉しかったです。伊藤ゆなちゃんが前から好きだったので楽屋で、まあ、見れて見れて会えて嬉しかったです。前もなんかお仕事で会ったことはあるんですけどちゃんと喋れてなかったっていうか喋れてなかったので一回会えて嬉しいです。 LINE は最近結構連絡を取ることが多くて電話もしてますまあ、ほんまは仲良くやっていきたいと思います。はい、何でも言えるカップルになりたいです。見ていただいてありがとうございました。見てくれてありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。バイバーイ